ガリシア州内の一アボーラは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテーラでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1436人。カスティリア語表記は、ラボーラ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は90.78%。アボーラは、オーレンセ県の西部に位置し、 コマルカダ・テイラーでセラノーバに属する。北はアメルカと、東はライリス・デ・ベーガと、南はベレーアと、西はセラノーバの各自治体と隣接。自治体中心地区はサンタバイアでベレード教区のアボーラ地区。アボーラはセラノーバ司法管轄区に属す。人口は8つの教区の107の集落に分散している。自治体市長は、 ガリシア民族主義ブロックのマリーアテレーサ・バルヘベージョ。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック7、ガリシア国民党2となっている。アボーラは8の教区に分けられる。太とは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。